中央のが好きなんですよ。大久保選手と小泉選手が今までとはちょっと位置が違ったっていうのは、うん、それは監督はどういった意図で変えたんですか？大久保選手前あの話したことがあって、でその時にも言ってたんですけど、大久保選手結構こうサイドで張るよりは中央のが好きなんですよ。え、そうなんですか？ライン際だとやっぱ180度しかないんですけど、中央にいると360度あるのでプレーしやすい、まあ、あの大久保選手はやっぱ左サイドで使われてるイメージの方が強かったので、うん、真ん中がお好きっていうのはすごく意外でした。やっぱ限定されるんですよ、プレーがサイドだと。自分もサイドをよくやる選手としてやってましたけど、自分もやっぱ360度好きなので、見え方だったり、あとはやっぱこうドリブラーにとっての逃げ道っていうのがやっぱり360度あった方がどこにでも行けるんですけど、やっぱりこう限られてしまうと自分のプレーを限定されてるっていう感覚はあったりはします。